あるの上に若い人がたまったら行かない、そういう状況がある上に押しをカット、こんなことをされたらたまったもんじゃありません。結局年配の人も地方で暮らせなくなって都会の子供たちを囲んでいく、まあ、しかしあるいは逆にサービスがなくなっていけば若い皆さん方の負担にもなっていく、いわゆるヤングケアラーやビジネスケアラーの問題にもなっていくわけであります。令和新選組、介護で働く人のお給料大幅しっかり人材を確保する、公務員ですべきようなところは公務員にしていく、エサラバスだと思われるかもしれませんが、大昔は介護も、市役所あるいは公共で言えば区役所でやってたわけであります。本当ですよ、これ。私が住んでる広島市でも校舎でやってたんです。やればできるんです。国や自治体がしっかり責任を持って、介護あるいは保育、そして学校の先生、現場で働く人たちのお給料アップをしていこうではありません、さっていこうではありません。令和新選組、労働組合等の支援もありませんが、働く人の一番の味方である私はそういうふうに、思っております。働く人の、味方、庶民の味方、地方の若い人の味方、お年寄りの味方、応援する令和新選組にぜひとも皆さんご注目ください。今までのこの都会の大金持ち中心の政治、地方が選挙区でも東京の大金持ちの方ばっかり向いていた自民党の政治、あるいはちょっと対して変わらないような野党代表のあり方、そうではなくて地方の庶民に優しい政治、令和新選組にぜひともご注目いただき、また気に入っていただければ ご支援いただければ幸いであります。こんにちは、お疲れ様でございます。こんにちは、令和新選組、のにご注目くださいということで、本日はこの場所をお借りいたしまして、お伝えをさせていただいております。教育、ご紹介、若い皆さん方が安心して勉強ができる、クレーン、そして広島に令和新選組、地方の庶民、優しい政治、令和新選組、ぜひともご注目ください。岸田元総理の、前総理の、お膝元私はということもあって、なかなか、小さい政党には馴染みが、皆さん馴染みはないかもしれませんが、ぜひ公平に見ていただければ幸いであります。令和新選組のことも公平に、見ていただければ幸いであります。お疲れ様でございます。私、本日は広島から市から参りました、元広島県庁職員、現役で介護福祉士を働いております、佐藤誠一、庶民派保守の加藤修一でございます。本日は地方の庶民応援する政治勢力令和新選組、ぜひとも、皆さん公平に見てやってほしい、そしてご注目いただきたいということで、令和新選組プレチームの皆様のにの激励に伺った次第で、ございます。また日本製鉄、クレス製鉄でも跡地の問題、いろいろ出ております。私は、自衛隊の言うか、攻撃の拠点になってしまう恐れのあるような、国の今の案ではなく、防衛省の案ではなく、それこそ石破さんが新たに作るという、こんにちは、防災省。